去年11月にアメリカの2つの州で嗜好品としての大麻の使用を合法化というのを問う住民投票が行われ、賛成が反対を上回りました。合法化となった州では大麻の売買が認められることになるということで、観光客増加など大麻ビジネスに期待と、これ困惑の声が上がっています。ちょっとびっくりですよね。大統領選挙は、ね、非常に大きなニュースとして日本にも伝わっておりましたけれども、それと一緒にこんな投票が行われてたというのはですね、私もちょっと知らなかったものですから。どの州の話なの？これはね、コロラド州、ワシントン州、オレゴン州、この3つの州で、大統領選挙に合わせまして、だから去年の11月ですね、この嗜好品としての大麻使用の合法化っていう住民投票が行われていたということなんです。アメリカって日本よりもかなり頻繁に住民投票は行われるんですね。というのはアメリカってその国の法律もありますけれども、それぞれの州ごとに法律があるでしょ。で、州によって細かい部分は違うんですけれども、その有権者の、大体そうですね、3% から 15%、これ州によって違います。署名をまず集めると、集めることができると、こういうのどうかなっていう提案が住民投票、直接投票にかけられるということが認められます。で、住民投票が行われて、そこで過半数の賛成が得られると可決されるっていうのが、一般的なアメリカの州の、住民投票なんです。議会には通すわけですね、これからね。そうですね。はい、で、そういったやり方でもって、この間の大統領選挙の時に今言いました3つの州で、大麻使用に関する住民投票っていうのが行われてたんです。で、先ほども言いました、その3つの州の中で、コロラド州とワシントン州が賛成多数ということで可決しました。オレゴン州は否決されたんです。で、今までアメリカでは大麻の使用っていうのは医療用で使うっていうことが認められている州は17の州あるんですけれども、今回のように嗜好品として合法化っていうことはなく、だから、この住民投票っていうのはちょっとびっくりな結果、初めてのことだということなんです。ちなみに今回賛成多数で可決したワシントン州なんかはシアトルがある州ですよ。イチローなんかは活躍するね、してたね、とこですよね、してたとこですよね。ただし、これもう可決したから使ってもういいです、好きに使ってくださいっていうんじゃなくて、公共の場所での使用は禁止です。それから量も、制限してますね。1オンスだいたい 28.3g ですけど、1オンス以内の所持に限るとか、そういった細かいところは、さらに今後いろいろ議論していきながら、ちゃんと規制するところは規制しながら合法化しましょうというような形での、賛成ということらしいんですよね。そうは言ってもちょっとええと思いますけどね。これ後で言いますけど、僕ら70年代のね、青春期迎えた人なんかはね、これのことはものすごいいろんな今までの紆余曲折あるなと思って、後でまたちょっと言いますけどね。で、今回どうしてこれが住民投票議題に上がったのかということなんですけれども、アメリカというのはその大麻もう連邦法で違法というふうに今までなってました。で、なっているにもかかわらず、でも事実上ね、5000トンから6500トンぐらいの推計の大麻がもう流通しちゃってて、非合法にね。で、使っちゃう若者も多くなってきて、それがだんだん若年化してきているということなんです。で、ワシントン州なんかでは闇市場で取引されている大麻っていうのが金額にすると600億円から750億円にも上ると言われてまして、すごい量なんです。だからダメって言われてるけど、実際もこんだけ流通しちゃってるんだよということで、もうそれだったら合法化して税もつけて、タバコやお酒のようにちゃんとその州で管理するというふうにしましょうよという意見とが議題に上がってきて、住民投票に持ち込まれた。ちょっとタバコと同じで、タバコもいかんと言われながらも、タバコ税があるもんですからね、それで結構国も多いし、なかなか規制に踏み切れなかったと同じように、これがこんな野放しになってたら、これ、ちゃんと
合法に認めたらこれ税金産む商品ですよ、税金にもなるし、しっかりとね表から管理もできるんじゃないですか、うん、ということなんです ね、 ね、うん、で賛成派反対派やっぱりいるんですけれども、賛成派の意見としてはやっぱりそういうことが多いみたいです、うんうん、で反対派はそうは言っても年齢制限なんかもするって言ってるけど、やっぱり合法化すると未成年の吸引っていうのは今よりも増えるんじゃないかとか、うん、それから合法化して認めちゃうといろんな観光客なんかが旅行でそれ目当てにやってきて、そんなやからばっかりがうちのとこにやってきて、うん、治安が悪くなるんじゃないかとか、うん、そういう意見でもって反対している反対派の意見っていうのもありますね、うん、でもちろんこの大麻合法化することによって麻薬の意識が軽くなって、より刺激を求めて強いね覚醒剤とかね、うん、あっちの方に進んでっちゃう人たちだって、うん、多くなっちゃうんじゃないですかっていうような反対派の意見もあります、うん、で大麻のこの使用に関してはよくそのね、大麻はタバコより健康には悪くないんだよとか習慣性がないんだよなんていうふうに言う人もいるんですけれども、うんうん、これ坪さんがさっき言ってたいろんなその流れの中でっていうところでそういう意見でね、どうだ言うてた人もいたなんていう流れもありますよね。本当なんでしょうかという、これちょっと調べてみました。大麻これね、煙として体内に吸い込まれると多幸感っていうらしいんですけど、幸せが多いというね、うん、精神が高揚してなんかすごい幸せになった気分になって、健康だなって、ものすごく不健康なんですけど健康だなって思うんですって、うん、でこれが数分以内に現れて大体30分でピークに達すると、そんな風になっちゃうのね、まあ、気持ちとしてはそうですけども、はい、体的にはどうなんですか ね、 ね、いわゆる肺になるということなんでしょうけど、はい、うん、でも体としては、ね、はい、タバコにはあるわけですから、目の充血、はい、心拍数の増加、まあ、の口の渇き、それから現実感が薄れる、夢見心地になるということね、うんうん、でどんどんその量によってひどくなってくると、数量によってひどくなってくると、うん、記憶障害と か、 それから反射神経が鈍くなるとか、うん、そういったことがどんどん症状として現れてくるということですね、うん、でこういったことを大麻吸ってと感じるんですけど、その大麻吸うことを一旦吸ってからやめると今度は逆に強い不安が現れるらしいんです。で幻覚、妄想、それから意欲、うん、興味の低下などなど、すごいガンとこう今度はこう不安に なって怖いってことで、うんうん、でそれを防ごうとまた今度は大麻に手を出すと、はい、だけどこれはどん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 拍車がかかってきますので、どんどん量が増えてくるんですって。だからもう悪循環ですよね、やめられなくなる、はい、だからそういう意味では習慣性がないとは言えないということになってきますよね。で、中でも一番怖いのは大麻というのはゲートウェイドラッグっていうふうに呼ばれていまして、うん、さっきもちらっと言いましたけれども、うん、ここから始まっちゃう。そうなんです、他の薬物につながっていく恐れが非常に大きいんですね、もっとより強い刺激を求めて、これがこうならあっちはどうやろうという話なんですよね。さっき言ってたその覚醒剤とか、はい、そうそう、行っちゃうわけですよ、ね、お酒でもこっちのワインはこうやると、うん、じゃあイタリアのワインはどうやろうとかって、はい、いろいろ行くと同じようにね、いろんなそのね、うん、より強いドラッグにつながっていくということで深刻な問題ですよね、うん、そうなってくると脳の器官ダメージを与えたりなんてことにもなってきますのでね、うん、だからやっぱあんま良くないということですね。これね、僕らねさっきちょっと言いかけましたけどね、うん、からあんまり習慣性ないと僕らずっと言われてましたですよ、うんうん、賛成の人なんかはね、はい、タバコに比べたらニコチンやらタールやタバコなんかも数百種類の有害物質が含まれているので、うんうんうん、ああいうのから考えたらね、タバコが良くてなんでこれがあかんねやとかいうような話もあったんですが、禁止する理由としては、はい、さっきのね多幸感っていうのありますでしょ、幸せな感じになる、幸せな感じになったりとか、うん、それからいわゆるそのまあ、興味の低下とか、はいはい、ね、いろんなことがあったり、当時ね、うん、ベトナム戦争やってた時に、はい、アメリカはもうみんな若者たちを戦場に送らないかんかったんですが、大麻、うんうん、をやってるともう戦争行きたくない、そんな人を殺すとか、うん、めんどくさ、ね、銃を撃つとか、うん、そういう気持ちにはならへん、うん、それがアメリカ政府にとっては大変にやりにくいことであって、これまた複雑な話だね、うん、だから政府はこれを禁止してんだよというようなのが70年代のそういう話やった。で、はい、日本は戦争やってへんからええやないかと、なら認める、認めたらええやないかって言うんですけども、多分あの頃高度成長の日本で、はい、いわゆるいろいろも意欲もなくなってもうダラダラしてると、うんうんうん、GDP とか、ね、GNP とか、はい、ああいうものに影響してくると、
みんな働かなくなってしまう、はい、だから政府はこれを反対した方が国益のためになる、うん、アメリカと日本はそういう国益2つ別々でやろうとも、こういうものはやはりね、国の運用運営に対して良くないので、うん、これは反対するんや。いや、僕らの頃はそんなこと言われてませんですよ。あ、そうなんですね。で、アメリカのフロリダ州のこう湿地地帯なんか、これから合法的に認められる日が来るので、はい、大手のタバコ会社なんかは、うん、この湿地帯をもうすでにダーッと広大に買い付けているんだと、うん、で、いつでもゴーが出たらここでバーッと一斉に大麻栽培をするんだとかいうような話とかですね、はい、そんなのずっとこう来てて、はい、うん、まあ、アメリカではまあなんだかんだダメだっていうふうに国の法律としては認められてないけれども、うん、実質上もものすごい流通してるもんだから、そこをどうするかってことでの今回のその住民投票だと思うんですけど、うん、この住民投票での結果を受けて、やっぱりそれでも賛否両論あるんですね、うん、連邦政府自体は反対の立場もちろんそうです、取ってますね、うん、国の法律ではやっぱり大麻非合法ということですので、うん、まあ、合法化項目の一部実施を停止させる、ほか販売店への警告文送付などで対応するなんていう強い口調で反対しています。ただその一方で、今回のその2つの州の合法化を受けて、他の州、例えばハワイ州とかペンシルバニア州なんかの5つの州では、うん、あそこで合法化したんやったらうちもちょっとやってみようかななんていう動きも出ていたりなんかするところもあるみたいです。うん、うん、で、日本はということになりますと、これもちろん日本ではダメです。で、今回こういった合法化で住民投票云々っていうのがありますけれども、日本ではダメっていうのはなんでダメなのかって、やっぱ根本に立ち返ってね、法律がいいからいいんだ悪いんだじゃなくって、自分にとっていいのか悪いのかってことをまず最初に考えなきゃいけないわけですよね。で、特に若いね、こう大学生とかでも旅行に行っちゃったりなんかするでしょ。そうするとちょっとこう旅行行ったね、気の緩みから、あ、ここは合法化の州だからなんてことがあるかもしれませんけれども、これさっきも言いました、その体にまず悪いですし、一回始めるといろんなところの危険が出てきますので、いくらそれが法律によって向こうの外国ではいいって言っても日本ではダメだし、自分の体のためにはダメなんだよっていうことはしっかりと把握しとかないといけません ね。もちろん脱法ハーブもダメですよ、体に良くないいうところがやっぱり一番の、ね、はい、国のその在り方どうこういうこともあるでしょうけれども、うん、はい、体に良くないものはあかんなやめた方がいいということでしょうね。はい、はい。